松平武思想は、江戸時代後期の大名。岩見国浜田藩四代藩主、三正国鶴田藩主。下には、十四人下、自重、右近正面。落松平家八代。徳川義信の異母帝にあたる。新時代では、武里氏。天保十三年に一月二十六日、日立国民と藩主、徳川成明の十男として誕生。母は、山野部氏。 自家。幼名は十郎マロ。署名は、父より返記を受け承音。紅下四年十一月二十九日、仙台藩主、松平武士星の末期養子として、落松平家を相続する。その通事により皆を、武僧と改める。嘉永六年、倹約令を出して、不正を厳しく取り締まり、さらに、高津川の治水工事や川畑剣物を登用して、岩見番し 養産業などの食産工業化を推し進めて、犯罪性を再建した。安政元年12月15日、14日下自中、右近証言に除任される。幕末期の動乱の中では、吉信の弟であることから砂漠派に組みした。慶応2年の第二次徴収政党に参加したものの、4月に大病で倒れていた、竹草は病に伏していたために指揮が取れず。 長州藩の大村松次郎を率いる盛教な軍勢の前に山本藩や率いる藩軍は壊滅した。長州軍が浜田領に侵攻すると7月18日に浜田城に火を放って木月へ逃亡しさらに松江に移った。浜田は長州藩の占領下に置かれたため慶応3年3月飛び地である三正下国鶴田に逃れて鶴田藩主となり、 特に2万8000国に加造される。母親戦争に際し、新政府は諸藩に対して、標準の意思表示を行って、藩主、またはそれを代行できる身分の者が上京して、天皇に配慮することが求められ、さらに五箇条のご正門が出された後は藩主もしくはその、代理に、苦行、諸侯による、法当書への署名をすることで、新政府下での藩の存続が保障された。 この手続きを行わない藩はたとえ実際に武力抵抗をしていないくても、旧幕府に加担する、朝敵とみなされ、反対に新政府軍との交戦などによって、一旦朝敵とみなされた藩でも藩主が、速やかに謝罪、謹慎をすることで、新政府から有名を得てこの手続きに参加することが、できた。鶴田藩の場合、鳥羽、富見の戦いを受けて、藩主である、竹総が、 徳川義信の弟であることを理由に、自主的に禁慎をしていたが、実際には、長州征抜当時からの病気が回復していなかった。そこへ、反兵30名が、竹中茂方指揮下の旧幕府軍に参加していたことが、判明したために同藩が朝敵とみなされる可能性が、浮上した。この問題について2月28日に新政府から、鶴田藩に対して、 標準の証明として藩主自らの状況して、謝罪をすることが命じられた。だが、竹相を状況させることが不可能な病状で、生死である熊若丸も4歳の幼児で、同じく状況不可能であった。このため、鶴田藩ではこのままでは、自藩が朝敵として討伐されるとして、岡山藩、鳥取藩と相談の上で潤う,う4月に、加労3名の切腹をもって、 状況の延期を求める単案を提出した。新政府側も、藩主、聖主が状況できない事情は理解したものの、他藩との関係上、鶴田藩だけに状況免除の例外を認めるわけが、いかず、一段重い処分として、うるう4月15日に、過労一名の切腹を命じることになり、同日在京していた、小関隼人が切腹をした。5月10日、 同伴に27,800国が加増され、最終的に6万1000国の国高となった背景には、新政府が結果的には敵意がない鶴田藩に対して、過労の切腹という現場図を下さざるを得なかったことに、対する埋め合わせの部分があったと見られている。なお、その後も、竹草の病気は回復しなかったらしく、鶴田藩は全国で唯一手続きの最終段階であった。 高等書への署名を廃藩地県までに終えることができなかった。また、廃藩地県後の明治4年8月23日に、竹総が家族と共に東京へ移住した後も、ついに皇居への参大は行われなかった。明治2年6月24日、藩籍奉還により、鶴田藩知事に就任する。明治4年7月15日、廃藩地県により、地藩寺を免職となる。 明治6年3月23日、隠居して、長男、竹治に家督を譲る。明治15年11月7日、41歳で死去した。家臣人名辞典編参員会、300半家臣人名辞典後、新人物往来者1988年、P431、川畑慶岡項目より。水谷賢治、母親戦争と、 超敵反敗者の維新氏 P10 から16、慶応4年3月11日に、小関隼人から三条耳に当てられた書状では、竹相は、一昨年初夏から進出を患ずっていると伝えている。両藩の藩主である、池田茂正、池田慶徳は共に、竹相の実刑にあたる。水谷賢治、母神戦争と、朝敵反敗者の維新し P14.363 から367。 ありがとうございます。